監督が新とアスランの意外な関係性を明かした件についてのみんなの反応集。ではどうぞ。監督、新とアスラン、仲が悪いのではなく、仲良くなれないだけですから。イモータル、ジェスティスは風評被害ですね。あれでもアスラン気を使ってるのが映画でさらにわかりました。いつか仲良くなりそう。その通りですね。二人の関係性は深い理解と時間を必要とする複雑なものです。シンとアスランは、トムとジェリーみたいな感じですよね。シンとアスランって反抗期の息子とお父さんなんよね。ああ、納得です。劇場版にて、格納庫でディスティニーと再会したシンが喜んでいる隣でそれをビワラマシク見ていたアスランが印象的でした。神話過敏になってますが、アスランは優しく見守ってくれていると思ってます。確かに、よほど仲が悪ければ神に便乗して悪いにやけ顔したりはしないかも。だよね。アスランが神の方見てニヤッとシーンもあるから嫌いではないよね。本当に仲良くなれないだけなんだよね、わらわら。仲良くなれなくてもミネルヴァにいる頃から任せるところは任せてる、指摘として戦うことで真の実力もわかってるから、アスランも今回頼るところは頼ってたもんね。真がデスティニー受け取ってどう仕返しするか考えてる横で、アスランも真なら大丈夫って安心してるように思えたし、うるさいお兄ちゃんに対して反抗期な末っ子な感じ。家族を失った真にとって反抗期に反抗できるカルという選択肢を取ってくれた距離の近い相手、年上の男性がアスランくらいだった感じはある。楽しかってくれる人は共感か上すぎる階級の人だし、そもそもプラントは当時他人の家だったわけで、なのであれはあれで甘えているのかもしれない。アスランは言葉は足りないけど一言多いんですよね。なんだかんだ似た者同士な気はする。神が上官になる時が来ればアスランの気持ちがわかるかもね。キラよりもアスランよりの上官になりそうだし、キラを元気づけようとしているアスランの言葉に神がうなずいてるところが特に好きでした。仲良く離れなくても肩を並べる日が来るといいなと思ってます。互いが歩み寄ろうとする時って大体間が悪いというか、相手側が変な対応するせいで距離が縮まらない関係なんですよね。わら、シンがもう少し精神的に成長すれば穏やかな関係になりそうですね。でもそのシンの子供っぽさが子犬で可愛いですね。まあ言葉足りないアスランと感情直球のシンですからね。キラでもドラマ CD ですぐ怒るって言ってましたからね。ドラマ CD でアスランがシンに言っていたイザークかイザーク族という例えがとてもわかりやすかったです。同じ空間にはいられるけど仲良くなれないという意味なのがまたうまいこと言ったなぁと思いました。シンはイザークかイザーク族だから仕方ないですね。イザークと同じく瞬間湯沸かし器だからしょうがない。わら、何がトリガーになって切れるのかわからんもんな。わら、アスランはイザークたちと仲良くなるのにも時間がかかりましたよね。仲良くなってますよね。人と分かり合うのに時間がかかるけど、繋がれた人はとことん大切にするタイプなのかな、と思っています。そや最終決戦で愛しのディスティニーを一周で退かれたアスランのこと好きになるわけないやん。なんならずっと味方のふりしてたのに最後そんなんだし。メサイア攻防戦で暴走した自分を止めてくれたアスランに対して、神は心の中では感謝してるんじゃないかな。ドラマ CD でメサイア攻防で止めてくれたの、は、感謝してるって言ってましたからね。シンがコンパスのニュース見てアスランに敬語使ってたの好きです。その後あんなことになってましたが、意地でもアスラン相手に素直にならないのは解釈一致っす。ジェスティスだから負けたんだには笑ってしまったけど、一振りで修羅と互角に渡り合ったアスランはやっぱり歴戦の猛者と痛感した。アスランなりにシンのことを気遣ってたと思うのですが、やはり何かとあれば鉄拳制裁はダメだったんですかな。アスランが使っていた機体というだけでなんか釈然としないという感想を持たれるイモータルジェスティス。でもそういうアスランと真の仲良くなれない不器用な関係も自分は好きですね。からアスランが乗ってたからジェスティスって名前が気に入らないだけの真君17歳児。
シンはジェスティスでも勝てたと思うんですけどね。キラとアスランを変に意識してしまってたから実力を発揮できてなかっただけで。イモータル、ジェスティスについてはある程度使いこなしつつも武装面体感刀などの強化力武装がないや慣れない戦い方、状況的にあんな言われ方してるのかなと思っておりました。風量被害というか策撃場パッとしない役回りにならざるを得なかった感が残念でした。シンガースランに対して抵抗感じてる上にイモータルジャスティスは若干心もとない武装だったため、あれ以上の活躍を望むべくもないのはわかってはいます。イモジャ君も不憫で、いつかお名返上できればいいのですがね。多分シンとカガリも仲良くなれませんと私は思います。シンとカガリは立場さえなければすごい相性良さそうだけどな。普通に出会ってたらめっちゃ仲良くなりそう。シンはカガリとキラが双子って知ってるんですか？多分シンとカガリも仲良くなれませんと私は思います。お二人の共演シーンも見たいですけど喧嘩のシーンじゃないよ。シンにとってアスランは口うるさい親なんでしょうね。対してアスランにとってのシンは手のかかる後輩で、カガリ病を患ってるから悩んでそうだったら声かけたくなる。ルナ・マリアとカガリが仲良くなれば自然と解決しそうわら。シン、このバカ野郎って無駄に言わせて殴らせるネタを連発するのよく見かけるから、一度この設定をよく考えてから創作してほしいまである。というかドラマ CD でなぜこのセリフをアスランが言ったか知ってほしい。個人的にはアスランの活躍にシンが悔しいけど頼りになるんだよなって漏らすくらいの距離感でいてほしかったなぁとは思いました。シンとアスランの関係が仲が悪いのではなく仲良くなれないだけだという見方は興味深いですね。確かに種や種子において両者の関係は複雑で理解しにくい部分もあります。またイモータル、ジェスティスが風量被害に遭っているというのも興味深い見解ですね。それぞれのキャラクターに対する異なる視点が物語をより深く掘り下げることにつながります。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。